どうも、中野とぴろり、千葉おマニりゾン,ンチャンネルのぴろりです。えー、皆さん、まずね、冒頭に、えー、私事なんですけども、明日、えー、引っ越しをします。えー、このね、この 1K の部屋からちょっと、えー、広いね、部屋に引っ越そうと思うんですけども、えー、なんでね、この背景とも、ちょっと皆さん、あのー、ね、お別れと言いますか、このタオルと、ねー、こう、作ってるとき楽しかったっすね。いやいや、あの、 え、ピロリタオルも、ありがとうございます、本当に。ね。ということで、この背景がね、今日ね最後となります。ということで、えー、そういった試合だったんですけども、そういった試合だったんですけども、おたね <laughs> おた<種>ね<ー> <laughs> いやー、今日はね、 あのー、バーヘイゲン投手が相手ということで、今日は、えー、今日もね、スタメンを和田くんにしてね、あの、3、4投類しちゃえばいいんじゃないかなと思いましたけども、えー、ま、さすがの安定感でございましたね。はい。ということで、今日は、どこから触れます <laughs> 皆さん、皆さんどこから触れます今日は。えー、まずね、えー、なんといっても、高部投手、えー、高部投手ちゃん、もうダメだ。僕も壊れております。えー、谷市投手が、9失点。 4回94球。いやー、これはね、ちょっと、えー、種市投手の防御率が爆上がってしまいました。ね。まあまあまあ、こんな日も、こんな日もあるとちょっとね、割り切ってほしいです。種市投手がこれで、何勝何敗えー、5勝5敗。うーん、種市投手に2はね、もうちょいやってほしいですけどね、えー、この、 勝利と敗戦数が五分五分ね。ま、その援護があるかないかにはよるんですけども、やっぱりね、もう少しやってほしいっていうのがありますよね。で、バゲーゲン投手に、3年、NPB3 年ぶりの、え勝利を許すという感じになりました。そして打線は、わーすごいわーすごいもう、00、00、00、00、00、00、00。ね、ええアンダを打ったのが、 アンダーを打ったのが谷、タネ、え、タム選手、内原選手、安田選手、安田選手の、まあ、タイムリーのみ、ね。一応、高部選手がね、ゴロの間に、えー、安田選手が生還したので、高部選手が、1点ね、打点入ってますけども、その2点のみということ、3アンダーのみ、ね。<laughs> <の>うん、えー、対する、日本ハムは、えー、15アンダー10得点。はい。いやー、怖い。 えー、やっぱ日ハム打線はね、こうちょっと、ね、火突き出すと止まらないっていうのと、あの、ロッテのこのみんなしてね、調子悪くなっちゃう感じね。<laughs> みんなして <laughs>、みんなして調子悪くなっちゃう感じ。はい。いやー、これは明日も大丈夫なのかなとね、正直ね、ファンとしては思ってしまいますね。うーん。いやー、ちょっと、ブラ様でね、こうデートでいらっしゃったりだとか、えー、あとは、えー、なんつんだデートでいらっしゃったりとか、こう、 えー、ご家族でね、来る方も多いと思うんでね、なんとか明日、ちょっといい試合をしてほしいです。で、明日は、えー、石川歩夢投手、ね、石川歩夢投手、防御率 1.64! えー、そして、えー、あの今のところね、2登板して、えー、2勝ということで、石川歩夢投手ね、あの、明日もちょっと関係のあるピッチングをお願いしたいです。ただ、相手も難敵、えー、伊藤博美投手7勝3敗、防御率 2.68! ということで、 なんとかね、えー、明日粘りを見せてほしい。そして今日はね、やっぱり、ん打てない中でしたけども、えー、小川選手のね、やっぱりヘッドスライディングってこう、賛否はあると思うんですけど、やっぱり、うん、ま、でもかっこよかったですね。小川選手かっこいいなと思いました。うん。あんまりあのー、まあ、記事をね、あの、読ませていただいて、小川選手今、えー、バッティングフォームを固まってキーの、そして、 自分のバッティングフォームを、えー、こう、試合後にね、えー、録画で全部見て、えー、それでね、しっかりと修正をしていくっていうね、ことをやってるみたいです。本当にね、今シーズンから頼もしい、えー、セカンドショートになってくれたので、小川選手の引き続き、明日もね、えー、高部、えー、高部選手、小川選手の1、2番をね、固定しよう 固定して欲しててていいいいなっっっう意見も、えー、いっぱいあって僕もね、それ思ってたりしたんですけど、今日は二人機能ね、あんまりしませんでしたが、ね、あのー、明日からもちょっとね、二人に、えー、高部選手、小川選手の、この足も使えて、小技もできる、ね、一、二場出塁もできる、バッティングもできて、守備もうまいっていうね、この二、えー、人にね、注目したいと思います。まあ、本当に、ね、外選手だったりね、やっぱ中軸、佐藤、えー、俊也選手だったりとか、やっぱりまあ、打てない日も、 あるんで、けどね、明日なんとかちょっとオールスター前、最後かなということで、えー、明日はね、なんとか、ちょっと勝利、もうね、負け越しは決まってしまったので、えー、なんとか勝利をね、してね、そして、えー、ホークスとの差を縮めたいという、えー、ロッテファンの願いでございます。ということで、あと、ロキ投手がね、まあ,あの、えー、復帰は未定なんですけれども、合流をしてるというのと、カラカ川投手もなんか、合流してる、えー、みたいですので、ね、えー、その辺はちょっと、 まあ、プラス材料かなと思いながら、ええー、期待しながら待ちたいと思います。ローキー投手。ね。あのー、本当にね、無理はしてほしくないんですけど、ロッテファンは待ってますので、ぜひ、ええー、ゾゾマリンでね、また躍動する姿を、ええー、期待しております。ということで、中野とピロリの、ピロリでございました。ああ。ああ、まあ今日はしょうがないね。今日はしょうがない。<laughs> ということで、なんとか、日合戦一勝勝ちましょううわうっすああ